って旅をしておはようございます。おはようございます。どうも近藤です。あかりです。今回はですね、はい、チャンネル登録者5万人記念の質問コーナーを開かせていただこうと思います。おー200件ぐらいコメント来てた。200件くらい来てたな。来てた。ありがたいよマジで。3件ぐらいだと思ったね。3件くらいめちゃくちゃしょうもないの来ると思った。なんかうんこどれぐらいの大きさですかみたいな。ありがとうございます。ありがとうございます。これからその30件ぐらいを抜粋して答えさせていただこうと思います。軽い自己紹介として、はい、僕らは現在軽キャンピングカーで日本一周の旅をしているカップルです。結構ふっと間違われがちや。間違えられる。現在はリアルタイムで言うと115日目で北海道を旅してます。で、僕が動画の編集をして YouTube に載せる係の担当をしていて、私が、家事全般、洗濯掃除ご飯、家計簿してます、お母さん。お母さん。そんな感じでね、まあ早速質問にも答えていきましょう。はいはい、それでは質問スタート。はい、身長は何センチですか？175センチです。150センチです。ちっさ。ごめんって、ごめん。コンプレックス。住所はどこですか？住民票は2人とも愛知県の実家に置いてます。住所不定じゃないよー。無職だけど。旅の期間とルートを教えてください。旅の期間か。何も決まってないよな。最初は半年から、まあ長くて10ヶ月ぐらいかなーって言ってた。まあそんな感じなんで、ルートも本当に適当なんですよ。もうなんなら明日の予定すら決まってないみたいな。だから。車で生活する上で暑さ対策はどうしてますか？北上です。この先一番行きたい県はどこですか？理由も教えてください。沖縄県。北海道が寒すぎて沖縄でバカンスしたい。私は家かな。家どこに会いたい？二人の出会いについて教えてください。これよく聞かれるんですけど、4年前のバレンタインデーに当時彼女のいなかった僕が同じく彼女のいない友達と名古屋駅にチョコくださいって書いたでっかい段ボール持って立ってたんですよ。でそしたらなんか思いのほか2時間で108個集まって、チョコをくれたうちの一人が今隣にいます。そうか、喧嘩はしないの？喧嘩か。喧嘩はあまりしないな。喧嘩はしないね。うん、言い合いぐらいはたまにあるけどな。そうなった時はだいたいなんか寝かしつけるか、美味しいお菓子をあげれば、だいたい怒りは静まりますね。赤ちゃんじゃん。日本一周を二人でしようと思った理由を教えてください。これは本当にシンプルで、好きな人と一緒にいろんな景色を見て、いろんなものを食べて、いろんなことを経験したかったから。だから、彼女が仕事を辞めたタイミングで、旅に出ようぜ。カメラの機材を何を使ってますか？実際に僕らが現在使ってるカメラ機材はこんな感じです。ほい。おお、出た？今出した。こんな感じ。ここ？うん、なんかいろんなところで。よく聞かれるんですけど、ホームページが実はあって僕らに。そこに機材とか、まあなんかいろいろ載せてるんで、よかったらチェックしてみてください。見てる、ここ。出した出した。お二人に仕事を依頼したいんですけど、どうすればいいですか？ありがとうございます。ありがとうございます。一応お仕事とか受け付けているんですけど、現在こんな感じで旅中なので、ほとんどのお仕事はお断りさせていただいてるんですよ。でも一応その受付フォームみたいのは、こちらのホームページから行けるようになってます。出てる、ね、出した。え、出した。ここです。ドローンは何を使って撮ってるんですか？ドローンの機材はマビックのプロ2を使ってます。でよく聞かれる車が走ってるところを撮っているのは、基本的に彼女が運転して、で僕が横でこれカチカチやってます。動画は何で撮ってるの？全ての動画は GoPro の Hero7 のブラックで撮ってます。今現在撮ってるのもその GoPro です。めちゃくちゃたまに遠くの景色をズームして撮ってるのがあるんですけど、それは普通にいつも使ってる iPhone X で撮ってます。
編集ソフトは何を使ってますか？編集ソフトは写真だったらフォトショップまたはフォトショップライトルームを使っていて、動画は基本的にファイナルカットプロ10を使っております。次興味な動画スキルはどうやって身につけたの？形から入るタイプなんで僕は、この写真家の活動を休業してで、この旅に出るまでの間の期間でもう家に引きこもってひたすらパソコンとにらめっこしてカタ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 めっちゃ覚えてました。旅以外に2人の好きなことはありますか？寝ることと、うん、犬と遊ぶことと、うん、アニメ見ること。全部家でできることアニメおすすめとかあんの？うん、やっぱ一番はね、あの花がずっと好き。あれはええー、やつや。そうなんですよ、おすすめです俺は旅行く前にハマってたのが映画とコインマジックとか。サンダルのおすすめを教えてください。サンダルのおすすめは、僕らがいつも履いてるのはテバっていうスポーツサンダルです、うん、ただ夏になると汗を吸って結構匂いがすごいんですよ。あー怖いなんで雪でもサンダルなんですか？シンプルに靴下が嫌いで、冠婚葬祭と登山以外では履かないようにしてるんですよ。水虫じゃねえ。今までで一番好きな景色を教えてください。海外ならポルトガルのアゲダの傘祭り。ああ、よかったね。よかった。日本はマイホームまさかの家僕はアジア、ヨーロッパ、アフリカ、中南米、日本をバーって回って日本2周目なんですけど、今もなお一番好きな景色を求めて旅をしています。次、ヒッチハイクのアドバイスをしてください。僕大学生の頃にヒッチハイクで日本一周したことがあって、209台の車に乗せていただいたんですよ、その時は、うん、そんな僕がおすすめできるアドバイスといえばこれです。この輝くような笑顔。うさんくさいってよく言われてるよ誰やそいつ。改めて気づく日本の良さを教えてください。飯がうめえ。フィルムカメラは使わないの？特に好評とかはしてなかったんですけど、本当になんかその表に出す用の写真じゃなくて、シンプルに2人の思い出のために写るんですを1年分くらい持ってきてるんですよ。だからこれで本当に何気ない2人だけのシンプルな思い出は撮るようにしてます。この間こんちゃん寝てる時鼻毛出てたから撮っといたそんな感じライブ配信はしないんですか？私がコミュ障なのでできませんオフ会や写真展はやらないんですか？この日本一周の旅が終わった時に日本各地で写真展をしようと思ってるの で、うん、でもちろんその時に2人とも在留するので、よかったら僕たちに会いに写真を見にぜひ来てやってください。お願いします。リュックは何を使ってるんですか？よく聞かれるんですけど、リュックはこのピークデザインのエブリデイバックパック20リットルを使ってます。で、実は僕がその日本に2人しかいないピークデザインの公式アンバサダーなんですよ。おー、実はすごい。そう、実はすごいで、よく聞かれるこのここにつけてるものなんですかみたいな、これもこのピークデザインのキャプチャーっていうやつで、カメラの三脚の穴にこれをつけてここによいしょカチッてはめれることができる。取り外すときはボタンを押しながら片手でシャッみたいなね、簡単にワンタッチで取り外しができる。あー、なんか久しぶりにアンバサダーっぽいことしとる。貢献してくれ初心者におすすめのカメラを教えてください。あー、これはですね、 YouTube 始めた時に何ここに出しました。YouTube 始めた時に撮影機材を紹介したノリでそのまま話してるので、よかったら見てください。社内泊カップルでうまくいく方法を教えてください。女の子の日は自由にさせましょう。ずっとこんちゃん、あーちゃん呼びなんですか？そうです。こんちゃんって言い過ぎてたまに本名を忘れる。おい、頼む。日本一周が終わったら何がしたいですか？また次の旅に出たいです。え旅中声をかけられることはありますか？たまにあるよな。うん、たまにあるね。観光地とか行くと特に、うん、後々 SNS とかであそこにいましたよねとかって言ってくれる人いるんですけど、うん、もうぜひその時に声をかけてください。もう僕らいつでもウェルカムなんで。すっぴんの時は一
と恥ずかしがっちゃうかもしれないけど二人のセルフの写真はどうやって撮ってますか？いやこれはもうマジでシンプルなんですけど、うん、どちらか片方が三脚にカメラをセットして、もう一人が撮影したい場所に立って、その人にピントを合わせてセルフタイマー10秒セットして、でそこまで走って2人で写るだけ、普通なんですけど、やっぱりその場所場所での、その構図だったり光の見分け方だったり、そのシチュエーションならではのポージングだったり、結構専門的なことが多いよね。動画では割と伝えきれない部分もあるので、まあ、その辺は例えばこの日本一周が終わってちょっと落ち着いたら、まあ2人で写真教室でも開こうかなとは思ってます。ぜひその時に来ていただければと思います。はいはい。お金ってどうしてますか？これすごい多かった。わー多かったな、うん、結構これ何とも言えない部分があって、旅に出てる人って日本でも世界でも働いた上でお金を稼いだ上でその貯金を切り崩しながら旅に出てるんですよ。僕らも現在はその旅に出る前に働いてたお金で貯金を切り崩しながら、貯金を切り崩しながら旅に出てるし、じゃあいくら必要なのかって聞かれるんですけど、それも結構人によるよな。人によると思う。旅のルートだったり期間はどれくらいなのかとか、で移動手段は車なのかバイクなのか自転車なのかバックパッカーなのかとか、本当に切り詰めて貧乏旅でいいから回りたいのか、もう何でも楽しみたいから贅沢な旅をしたいのか、でも一概には言えないんですよね。学生時代に僕がやってた日本一周とか世界一周は本当に切り詰めての貧乏旅だったので、お金を理由に諦めることがめちゃくちゃ多かったんですよね。でも今回の日本一周は好きな人と回るから、切り詰めるところは切り詰めて、でも使いたいところには使ってみたいな旅がしたかったんで、今現在僕らのような昼ご飯は1000円まで、夜ご飯はでも自炊で250円以内、お風呂は2日に1回で、基本的に車で寝泊まりっていう生活だったら、まあ、1ヶ月で1人6万から7万の間くらいか。そうだね、ガソリン代とかも全然多分人によって違うし、お昼ご飯全然切り詰められるからもっと安くできると思うけど、私たちの場合はだいたい6万とか、ちょっとここでフェリー乗っちゃったりとかすると7万円とか、そうやな、みたいな感じです。結構答えたな。答えた。緊張した。緊張した。これ以上もやっぱりめちゃくちゃいろんな質問いただいたんですけど、この場で即興で答えれないものも結構多かったので、それはまた後々動画にしていこうと思います。はい、はい、じゃあそんなわけで、はい、まだまだこれからも旅は続くし、ぜひぜひ温かく見守ってやってください。はい、お願いしますそれではまた次回、バイバーイ。バイバーイ。